このビデオでは、プロフィットビルダーを使ってオーディオファイルを設置する方法についてお話します。ご覧いただいている画面なんですけれども、もうすでにですね、プロフィットビルダーエディターを開いている状態です。そしてですね、どのようなレイアウトで、設置するのも自由なんですけれども、例えばこう事例としてですね、Add New Row と、こちらをクリックしてですね、適当なレイアウトを選択します。2分割のレイアウトを選択してみましょう。そしてこちらプラスをクリックします。そしてですね、こちらベーシックからですね、コンテンツですね、こちらに変更します。そうするとですね、左から2番目のボタン、オーディオというボタンが現れますので、こちらをクリックします。するとですね、右側にパネルが現れます。そしてですね、一番上、オーディオ、ソース MP3、そしてソース OGG とあります。2種類のファイルフォーマットに対応しているんですけれども、通常は MP3 を使われると思います。デフォルトでもうすでに、URL が入っておりますけれども、こちらを消去します。両方とも消去します。そしてですね、あなたがすでにですね、アップロードしてある MP3 ファイルの URL をこちらに入れるようにします。私の場合ですね、Amazon S3 に入れております。こちらソフトウェアで Amazon S3 の保存状況を管理するようにしているんですけれども、すでにアップロードしてある MP3 ファイルなんですけれども、こちらの URL を取得してですね、こちらを入れます。MP3 ファイルだけの場合には MP3 ファイル、そしてですね、同じ内容のオーディオを OGG ファイル形式で保存してある場合には、こちらにも両方入れます。通常は MP3 一つだけこちらに入れます。そしてあとはですね、細かい色の変更とかできますので、こちらいじってみてください。あとは自動再生とかループとか、ミュート、そしてコントロールを隠すよと、こういったものを設定することができます。そして、ジェネラルでですね、下のパディングですね、空白部分のサイズをピクセルで設定することができます。そして、アニメーションですね。私の場合、通常使うのはバウンスなんですけども、バウンスインですね。このように、アニメーションをつけるよと。これだけでもうすでにオーディオの設定が完了しました。プレイボタンを押してみましょう。このように、簡単にですね、オーディオをあなたのサイト、もちろん記事、もしくは固定ページ、両方自在にですね、簡単にオーディオを設置することができます。ありがとうございました。